もう本当に簡単な美容学校生でも切れるようなカットを今日はやってるね。上級向きではないですね。ビフォアでーすね。はい、今の状態ですね。よく見ていただくと結構この辺のダメージがちょっとね、やっぱり過去の履歴であるんですけども、でこんな感じでバサッとしちゃってて、バックの方を最初に決めちゃうと分かりづらいから再度決めます。で相談しながらまあやっていくんですけども、どこがいいかな、この辺じゃ、まず一回ね、大丈夫なところ、あ、そんな切る、あ、でも切るよ、なんだろういや、なんかもっとおしゃれなのに、これこの辺まで切っちゃっていいね、全然いいです。はい、でここをショーバルタンで切ります。はい、ショーバルでカットして、でこちらも切ります。じゃあちょっとそのまま、今長さのリングス合わせなんでちょっとざっくりなんですけど、で上からペン持ってきて切っていきます。コンベックスを作ってきるから、結構切るからね。はい、こっち側から落ちる位置で挟みます。クリップみたいな感じですかね。でこのままポンと切っていきます。もうちょいいっちゃっていいかも。はい、まずね、イヤーとイヤーから分けて前の方だけ先切っちゃうんですね。でそれに対して後ろ合わせていくんですけど、はい、上から持ってきて、はい、落ちる位置を挟んでクリッピングして、だいたい1センチぐらい今これ切ってるんですけど、 R 字なので、はい、プラス1センチ切ります。これぐらい、結構短くなってきましたね。でもこの辺ちょっとスッキリするから結構長さは、あ、いいですね。はい、これでここがトップのこの前髪のところがちょっとつるってなったのがかなりなってきたので、チュッとなりましたね。でこんな感じでいいかなと思います。今カラーですね、シャンプー台でちょっと塗ってきたんですけれども、あんまりあのがっちりっていうかですね、まあ、色抜けそんなにあんまりしなすぎてもちょっとあの後々カラーチェンジできなくなっちゃうので、今回は、どういう配合にしてるかと言いますと、毛先が結構ダメージがあって、ブリッジしてるんでちょっと白髪染めのカラーを一部使っております。でスローカラーの CN-3 っていうのを使って、さらに、ルベルのマテリアの A ミックスです。アッシュミックスを使ってます。それだけですね。それを、つけて、配合的にはですね、 3N が3と A ミックスが1っていうような感じでやっております。はい、でこれで、あと放置していこうかなと思うんですけど、一応シャンプー台の方で、色の入り方ちょっと見ながらやったので、毛先の方ちょっと色スピード速いかなと思ったんで、毛先の方はちょっとお湯をつけてちょっと乳化みたいな感じにちょっとしてます。塗布量ちょっと減らした感じですかね。で、この状態で少し時間を置いていくので、あとですね、肝心なのムササビトリートメントをつけて質感向上させていきたいなっていうことで、まあ、ブリーチ毛だったりとか、あとカラーとかのダメージがあったので、そういう意味でですね、あのムササビのトリートメントでちょっと髪の毛強化していきたいなと思います。髪の毛の空洞化を直していったりとかですね、表面のキューティクルの方を、少し補修していったりとか、まあそれ簡単に今できるので、ムササビトリートメントめちゃくちゃ結果出てます現在。はい、それをして、今ちょっと時間を置いてみようかなっていうような感じですね。はい、ちょっとこれでしっとりするんじゃないかなと思います。ムササビの方でラップよくですね、アシスタントさんとかにちょっと頼んで、黒染めの時ラップするかしないかっていろいろ考えると思うんですけども、僕は黒染めの時基本ラップはしません。根元根向きになっちゃうとちょっと困るんで、3N でも3トンでも1回3よりも上に上げて染色させてるんで、結構ラップしちゃうとエフトしすぎちゃう可能性があります。あ、ちょっとそれやばい、携帯充電ないって充電増やしたいでしょ。何撮るんですか、これは。いい質問ですね。僕はあんまりこう肌に強いっていうかな、まあ、これもアルカリは高いんですけど、これ飲み物です。
アルギニンっていう飲み物を摂取するサプリメントを水で溶いて、それで今取っております。通常はリムーバーっていうのを使うんですけど、やっぱ肌荒れたりとかすることもあるんで、僕はちょっとこのアルギニンで取ったりしてます。あまりこう擦るとアルギニンでもやっぱりアルカリはpH は高いんで、アミノ酸でもちょっとトントンって叩いたり、あとこう湿らせてこう叩いていくような取り方の方があまり擦らない方がいい。でヘナのウォーターをちょっと今つけてます。これですね、ヘナウォーター、これで沸かします。今染まり上がって、ちょっと乾かして少し毛先の方を調節してます。で前髪を取ります。ショーバルです。ショーバルタンで、で、ペンシル、あれ、ペンシルシーザーでバングを少しリフトさせながら、中の方だけ表面ちょっとバツって張りすぎちゃうんで、ちょっとリフトさせて、こうですね、中の方だけちょっとペンシル入れていきます。そうすると表面の重さがかぶってきて、中の方でちょっと動きが出てくれますので、重くて束感が出る感じが作れます。はい、表面ちょっと外す感じですね。これぐらいの方があんまりこうパッチリやりすぎちゃうと結構はっきりしすぎちゃうんで、僕はこれぐらいの方がいいかなと。で小顔バングでこの辺をタイトにするように切ってるんで、この辺がちょっとタイトになるのと、先ほど前髪をリフトさせて中をペンシル入れたんで、ちょっとザクザク感がより出るんですね。セットした時にザクザク感が結構分かって、より普通に入れるよりもこう動かすところによって毛束感ができるんで、結構いいかなと思ってはいるんですけど、山さんってね、山さんってこれか。ありがとうございます。いや、鏡見えたらいいけど、こっちちょっと長いから。こんな感じで、で地毛から綺麗につながってる感じで、色的にも自然な色かなと思います。で光、ただの真っ黒っていうよりは、A ミックス入れてるので少しアッシュの感じも出てるんで、より自然な感じになってるんで、結構毛先の方は軽く乳化しながら入れてったので、浸透はしてるんですけど、マイルドなので色抜けはしてくるかと思います。はい、大体1ヶ月ぐらい持てば、いいかなとは思うんですけど、早い人だと2週間ぐらいで取れた方がいいですっていう人もいらっしゃるんですけどね。はい、このような感じでちょっとやってみました。あれ、黒目が破けたんだっけ。破けてないんだよ、なんだっけ。黒目の下側が傷がついてて。ああ、そうかそうか、破けたんじゃなくてね。黒目と白目の境目のところが腫れてるっていう。ね、破けて全部黒目だったら怖いよね。白なくて。ちょっと怖いよね、それは。今こうやってる時に、ちょっとこの、動画でわかるかわかんないですけど、ちょっとこれ見てもらっていいですか。少しこう動かした時に色分かる、ちょっと自然な感じしませんか。あんまり黒ずめっていう感じではないと思うんですよね。でね、やっぱり白髪染めちょっと入れた理由としては、やっぱり結構ベースの色がブリーチで抜けてるんで、だからやっぱりちょっとそういう下が染めの要素も入れないとダメかなと思って、ちょっとブラウンを足しました。それにアッシュ入れてるんで、ちょっと自然なこういう感じなんで違和感ないですよね。はい、こんな感じでちょっと染め上がった、メイク、すいません、メイク黒目ね、やっけた。で、これちょっとおかしい。黒目やる。で、前髪ちょっとブラント感入った方がもっと面白いかなと今思ったので、ちょっとブラント感を入れていきます。で、この表面のところだけ指ですごくミリ単位でつまんでいって、そこに、先っちょちょっとブラントを入れていきます。それによってもっと前髪の主張が強くなって、いくんで、もっとかっこよくなるかなと思います。だいたい先っちょの5ミリぐらいを切る感じ。はい、これだけでもっと前髪のところが強くなったのが分かります？なんかちょっと強くなったでしょ、なんかさっきのボケてるように。この方がかっこいいんですよ。
まあ、よりちょっと前髪の主張が強くなることによって、まあ、シースルーバッグとかだとね、ぼかしててもいいんですけど、結構こういう感じのスタイルの場合はもうブランと僕はバッツリ入れちゃって、こういう風に動き感をちょっと出しちゃったりとかした方が好きなので、そうします。こっちの方がおしゃれな感じするんで。ブラントって何ですか？あ、いい質問ですね。なんて言うんでしょうね、パツンって切るやつ、先っちょがこうバツって切れてる。だから要は動きを止めるっていう感じですね。要は毛先が細いとこうフリルみたいに動いちゃうんですけど、逆にバツって重さが出ることによって髪って動き止まっちゃうんですよ。あえて止めることによってこういう風にこう動かないんですよ、風吹いたりしたら束感がこう残る。それからブラントっていうのをうまくこう取り入れていくことによって、前髪だけじゃなくてもですね、動きをちょっと止めたいとか独立させたいとか、そういう時に使う方法になります。はい、こんな感じになりましたね。はい、では終了です。